もこの掛け算だということです。単純に年収がいくら以上であればいいということではありません。ただし、傾向としては、このぐらいの所得があれば、執着が受けしやすい、受けやすいというのはあるそうです。人間が最も幸福しやすいと言われているのが、年収にして600万円。なんで600万円、月収50万円ぐらいが最も幸福になるのか、これね、私に執着を感じているんですけど、600万円ってちょうどいいんですよね。お金がなさすぎるわけでもなくて、別に贅沢もできない。600万円あると、着色もしまない人がたくさんいるんで、そこで安心もできますよね。私もそのくらいの時期がありました。で、そこから1000万ぐらいになるとね、自分の世界が見えてしまうんですよ。もう本当ね、世の中びっくりするぐらい、金持ちからお金を巻き上げる娯楽、贅沢品が山ほどあるんです。もう本当にこれびっくりしますよ。家賃100万円ぐらいのマンションがたくさんあるし、一人客単価数万円以上みたいなレストランが山ほどあります。年収1000万円だと税金も高くなってるし、そういったところに本当にお金を使ってると、すぐお金なくなります。よくね、とりあえず年収1000万目指そうという人いますけど、これ本当に言っておきますけど、年収1000万円で、すごい豊かな生活ができると思っていると、この段階が貧乏になります。ちょっと脱線しましたけども、貧乏にならないためには、心と環境、両方を整えることが大事だよということをお伝えしたかったです。では、貧乏の人の特徴の次を発表していきましょう。死ぬまで貧乏の人の特徴、第3位。第3位は、成長していない業界の会社で働くことです。本当にね、悪いことは言いません。成長する業界会社で働きましょう。そうすることで、貧乏に感じる執着が生まれにくい環境を手に入れることができます。なぜそう思うのかを理解していただくために、ゼロサム市場とプラスサム市場、自分の価値を高めることだけを考えろという話をします。まず1つ目のゼロサム市場とプラスサム市場について、ビジネスというのは人の欲望をいかに満たしていくかというね、安全な家に住みたいという欲望を持つ人のために、美味しいものを食べたいという人のために、